さっさとやってきましたよ。丸の内駅、お前何乗り換えるのに改札で出てるんやってなれるところですけどね。これね、多少の理由はあります。大きな理由ではないんですけど、あの、もうね、あの桜通り線でね、あの今池方面ね、先頭側に乗ってたでしょ。あっちから、ね、乗り換えしようと思うとね、あの結局ね、降りてね、一回改札出た方ね、行くのとね、あんま変わらないんですよね。せっかくなんで、こっちからのね、行き順もね、見ていこうということで、これ改札登ったところね、こっちが桜通り線側の改札。なんその改札も分かれてるんですよね。面白い。で、つばきの上を改札出てからもう、ずーっとここに上がるんです。もうあのね、改札内の、 あの乗り換えはね、それだけで一本動画作ってますよね。前衛的な動画作ってみましたけど、ただ延々と乗るだけのね、カプセルホテルね、私カプセルホテルとかってことない、すみませんの、ね、よ、これね、上出たところにね、確かね、あれが入ってますよ、コメダコーヒー、あ、まあいいや、コメダコーヒーがあるんですけどね、そこね、昔はよう使ってたんですけどね、結構、そう、私はね、結構乗り換える、こっち、ここを乗り換える使うことも多かったし、定期券が、桜通り線経由で、こう、丸の内経由で買っとった時期もありますけどね、丸の内からこう、スーッと降りて、経由で買ってたこともありますけど、桜通り線で、久屋大通りまで行って、久屋大通りから、上前津まで経由して、ですので、名城線経由で、矢事までのね、矢事じゃねえや、まあ、あっち方面までのね、まあ、上水ですけど、私の場合は、ね、やつを買ってましたよと、いうね、裏技を使ってましたね。丸の内はね、乗り降り自由だったんですよ。で、その間に、ここは県立図書館があってね、そこのね、愛知県立図書館はね、大きい図書館で、非常にね、使い勝手が良かったんですよね。実は結構大学の研究とかで使うね、資料とか、四日市の図書館とかね、他のね、図書館ではないやつでもね、蔵書数がすごく多いんですよね、愛知県の図書館は。ですのでね、よく、そういった資料をね、借りに行ったり、閲覧したりするのにね、使わせてもらって、兼ね合いで、実は丸の内駅っていうのは、学生時代非常によく来てた駅の一つなんですよね。まあ、相変わらず乗り換えはね、そうです。こっちが改札ないね。改札ないか、こっち。相変わらずなんかでギャラリーがあったりしますけどね。ずーっと降りてきた先に、まあ、ほんと離れてますよね。行った先に、鶴舞線の、出入り口が、改札口がありますよと。よいしょ。で、こっち側に1番と2番と8番出口があるんですよね。不思議ですよ。で、穴場なのがね、穴場って言っていいのかな、ここのトイレ、ここのトイレはね、朝のラッシュ時でもね、結構ね、空いてるというかね、入りやすい、ところでしたんで、ね、お腹がギュルッとなった時はね、ここまで頑張ってダッシュしてね、先に改札を出てね、そこでこっちに来るっていうね、そうそう、その時にね、よく特に、先に改札を入れといて、ですから定期券がね、ちゃんと降りれる、ちゃんとしたやつ持てましたから。そうそうそう。で、ここで、ね、トイレを済ませて、で、このまま乗って行くとかね、いうことも、またこれよくあったパターンでございましたね。当時はね、あれ、ここに売店があったよな。こっちにね、確か今公衆電話が置いてあるたあたりに売店があって、一回ティッシュペーパーが売り切れとって、ちり紙がね、100円で売ってたんですけど、それが売り切れとって、おーのーっていうことがあって、で、なんか泣かせるティッシュをそこの売店で買ったのかな、なんかしてね、
とりあえずね難をしのいだっていうような記憶があります。さすがにそれだけ買うのは終わりだったらね、仕方ないから中スポーカーって言って別に仕方なくもないんですけどね、そうそう、そんなようなことをした記憶がありますね。ヒヨン銀行、そうそう、落合監督が優勝の時にね、あの優勝した時なんかはここにね、あのちょうどここがね、その手っ取り早く買えるあの、ね、駅の売店やったんでね、使ってたんですけど、今はセブンイレブンになったんですね。なってからも初めて来た、ここはセブンイレブンなんだと、まあ一通り見たところで、今回ターミナルですからね、丸の内駅はあんまり関係ないですからね。さあ乗ってきましょう。とりあえず神代田までは行っちゃわないとね。こんな感じですよ。いいね、一応一本で豊田市から犬山まで行けるっていうね、素敵な路線なんですけど、何せ幹線各駅停車ですからね、まあまあそれなりの五角号を持っていただかないと、乗り通すのは大変です。ちなみにこいつは使いません。あの神代田から先には使いませんからね、それもまた注意が必要ってことでね。実は小学生の時にね、間違えてね乗っちゃったんですよね、私、乗っとった豊田市行きってのが来てね、ちょうど鶴舞線で、あ豊田市行きやーって言ってね、そのまま乗っとったらね、駅員さんにね、まあさすがにね小学生のねあれだったんでね、でダメなんだよって言って、で乗れないんだよっていうことでね、あ、こっちは神代田や、こっちや、あ、危ない危ない、完全にいつもの癖でこっちに乗ろうとしましたね。よし、長年の癖が染みついてますからね。よいしょ。